おはよう。おはようございます。今どこですか？わかんないです。わかんないです。とりあえずひまわりいっぱいあるときました。菜の花です。菜の花がいっぱいあるときました。あそこが一番いいわ。今日みんななんか白ということで。あ、そうですね、今日ドレスコードあるんですね。やっぱもうジーパンともう上白って。あ、危な。うん、びっくりした。ちょっとなんか初めの第一歩して。あいや、ちょっとなんかいろいろ着るかとか考えたけど、ちょっともうね、もうめんどくさくない。あれいいじゃないですか。気持ちいいなぁ。気持ちいいです ね。ということで、あ、乾杯しようよ。ルールあるやん。ルールあるやん。そういうやつ。いただきますとごちそうさまは言うやん。ということで、ここで行きたい、はい、グランピングに来ましょう。グランピングなの？グランピングって知ってる？ピクニック？ピクニックだよ。ピクニック。じゃあちょっと持ち寄ったのを出していこうやん。お花見。オッケー。早速？飲みたい。とりあえず乾杯しよう。はい、お願いします。じゃあ、くんちゃん、え、温度お願いします。温度何飲んでるんですか？あ、見つけるかよ。いや、いいか。リンゴジュース、リンゴジュース、見つけてください。皆さん、準備いいですか？はい、はい、はい、じゃあ、右手に掲げて、いっせーので、乾杯。乾杯。お疲れ様。乾杯。結構みんなでね、これだけじゃないんですよ。そう。お、あ、何ですか？今日役割分担して、はい、その、まあ、いろいろ買ってくる人だったり、はい、はい、作ってくる人っていうの、はい、役割分担しました。はい、ありましたね。なので、1人ずつ、はい、お、出していきましょうか。わかります。あ、出た。1番の、はい、飛行士。はい、僕が買ってきたな。はい、こちら、どん、お菓子でございます。うわー、やった。はい、お菓子大好き、大好き。俺らの大好きな新ポテト。はい、はい、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。いいね。じゃあ次、飲み物担当行こうかね。はい、飲み物あるけど。確かに。はい、はい、飲み物です。あれ、ちなみに僕も飲み物です。あ、だから行きますか。じゃあ、はい、クラムチャウダーがいい。あ、いや、クリちゃん買いたいかな。じゃあ、いや、いいよ。あ、何作ってきてんでしょうか。あ、僕は作ってきてないてんでしょうか。そう、シュンセクと一緒で。はい、はい、はい。あの、なんか料理できない組だからね。はい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 、はい、買ってきてくださいみたいな。はいはいはい、はい、飲み物あるけどね。はい、バーン。うわー、すごーすごい。なるほどね。これは最近流行りの、はいはい、大量のヤクルト1000。うわー、俺ないわ。あの、ヤクルトはよく飲むけど1000は飲んだことない。俺も意外とないよ。はい、じゃあ飲み物担当。じゃあ次、僕。危ない。おっと、危ない。スミは何だと思いますか？僕ちゃんと保冷バッグに入れて持ってきましたからね、家から。お、楽しみ。なんで保冷バッグ？なんで保冷バッグ？スープやね。スープ、じゃあスープだって腐っちゃう。あ、じゃあ、あ、それであったかくしてくれて。あったかいのもクラムチャウダーのやつあるから。あ、そう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 。ミニストロー、ダダン。うわ、何ですか？さらにありますね。はい、量しかだ。僕のしっかり熱がこもってます。僕の用意した飲み物はこちらです。なんだ？ヤクルト1000です。ヤクルト1000か。しかもなんか本数負けと
ヤクルト戦です。かぶった。ちょっと背の高いヤクルト戦。ヤクルト戦じゃん。なんかこれあれスポンサーついてる。まあいいか。はいはい、みんな調子どう？元気です。元気です。こんなみんなにもっと可愛い、もっとなんかテンション上がるようなものを買ってきたよ。はい、やったね。テンション上がるもの。うん。うわあ！おお、かわいい。めっちゃいいっすね。何ですか？何これ？豚？パンダです。パンダ。パンダ。はい。じゃあ僕行きます。はい。なんかかっこいいよ今日。虹置き。え？ガチ？虹置き。頑張って作ってきました。もう超有名店のあの仕込みくらいの速さ。いいね。ガチよ。うわ。まず普通のおにぎり。ありがとう。かわいい。お盆ある。あ、お盆あります。4個。味ちょっと開けないとわかんないんですけど。めっちゃいいやん。え？味が、はい、魚明太子。あ、おいくな。広島な魚明太子。なんか梅、鮭、普通の塩。塩。魚明太子って始まった。なんだ。ガチやん。これピクニックやん。ガチピクニック用のやつやん。頑張ってんねん。すごくないですか。何作ったの。てかなんか、あ、こっち唐揚げ。おお、わおわおわお。これがめちゃくちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそうやん。これはこっちがなんだっけ、卵焼き。よーすや。これは西やわ。これはよーすや。これだからピクニック。やっぱこうあるべきで、これベーコンまでは。これ最初ね、お好み焼き作ろうとしたんだけど、ちょっと冷めたら美味しくないなと思って、ちょっとてか、こういうの期待してた。いや、そういうの、あとまあグレーよーつや、はい、よーつや、はい、よーつや、やめろ、よーつや。集まってきちゃうから。すごい、すごいわ。ちょっとこれ準備しました。ありがとう。ありがとう。じゃあ、あとカヨくんです。よっしゃー。さ豊かやけど、俺であとカヨくん来たらちょうどいい。確かにカヨくん食べ物担当やな。ちょうどいいかも。楽しみ。何時起き？俺2時起きやから。何時起き？今日7時。え？普通やん。7時起き？8時集合。6時半や、ごめん、間違えた。6時、うん。あ、でもあれ、俺そんな慣れてないから時間かかったけど、慣れてる。もう結構いいから。すごいね。準備して、もう準備して。あ、ほんと準備して、楽しみや。玄関の前落ちて。はい。もう玄関の前に置いとった。準備できる。あ、夜のうち。そうそう、夜のうちに。で、何ですか？お願いします。ここに置き忘れた。おー、はい。どういうこと？え、玄関に置き忘れてる。玄関に置いてたのに。置いてたのに置き忘れてる。え、じゃあ今、なんで今ありません。違う、いつ置くタイミングは。だって持って出るやん。持って行ってきますやん。あ、そう、持ったね。で、持って、で、まあ靴紐をさ、結ばなあかん。靴一回置いたんだ。一回置いて、その靴紐の横に、靴紐の横じゃない、靴の横に。で、靴紐向いて、もうそのまま行ってきて。あれ？マスクなすぎるな。じゃあもう靴紐のせいだ、記憶飛んだって。そう、靴紐結んだ俺、ここに置いて。脳、ダチョウやん。はい、ありがとう、舐めましょう。みんなありがとう。これスタッフさん用意していただいて。これも説明ある。これ、何だっけ。お手合わせ、せーの、いただきます。やったー。速攻性ある。本当に美味しそう。スイーツ。じゃあもうクロワッサンからいっちゃおうかな。スイーツ。よっつ、これ絶対唐揚げ揚げたの嘘やろ。いや、揚げたわ。これ絶対これ嘘やろ。いや、これ買ったよね。絶対嘘。これ買ってません。絶対お母さん、お母さんやる。お母さんの話だよ、日置きは。日置きお母さんの話だよ。はい、一人ってか、一緒に。いや、俺一人ですか。ありがとう。かわいい。美味しい。こんな綺麗に巻けることある。あ、でも唐揚げのあの用渋滞、醤油にかけるのだけはやってもらった。え、これマジでこれ。めっちゃ美味しそうや。これも。じゃあ、じゃあ唐揚げ。俺刺すだけやで。刺すだけもできる。アスパラガスされてる。卵焼きめっちゃ美味しそうね。マスやん。じゃあ四ツ谷サク卵焼きいただきます。アスパラガス得意やん。あ、そう。え、でも箸でできない。ヘラでしかできない。いや、ヘラで十分。ちょっとね、わらがついてます。え、卵焼き食べていい。いいよ。うん、食べたい。いただきます。皆さんも食べたいですか。クロワッサンのどっちだろうね。甘いね。いや、これ多分ね、よく甘いのじゃないけど、この見た目的どっちやろうな。レーコンがまだ分かんないやつだろ。え、こんなアスパラスの、何個使ったの。
4個食感をさらにしっかりしてる。いただきまーす。どれだ、カメラ3つあるけど分からん。こっちか。味もジューシー。いただきます。ちょっといただきます。めっちゃ美味しい。おぉ、このローストビーフみたいなの作っていい？なんか薄い、薄いよ。どっちどっち。ハハ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 でも、出るよ。この絆は途切れない、繋がっている、それだけで迷わない、今の声だ、これが何も見る Everything you think about you。 どすごい、歌った、歌った人、はい、はい、歌った、すげえ、こんなスルって抜けたんや。すごい、やった。なんで？たまにはよりめちゃからファン、君のお気に入りのミュージック、聴きながらパンピーラブ、まだかな、 I just can't wait、 横にいるだけでスペシャルスペシャル、君が笑えばビューティフォービューティフォー、忘れられない旅に出よう、世界に一つの人生がゴー、無理見半目は外せ like never before、 So come on暗い歪み up so high、yeah。